どうも、ノズルです。はい、ということで今日もクラッシュライルお送りしていきたいと思います。さあ、ということでバランス調整を皆さんやってまいりました。バランス調整といえばこの方でしょう。ボンジュール、ボンジュールだ、トムス、どうです。バランス調整といえば僕、嘘でしょ。まあ、とりあえずボンジュールさんを紹介してみました。はい、はい、どうもです、はい、バランス調整に詳しいですから、はい、あ、バランス調整やっぱ詳しいんですね。詳しいですよ。じゃあ、はい、今回バランス調整されたウィザード、はい、どれぐらい強くなったんですか。これ、はい、計算したんですよ。お、もうピピーンと、ピピーンと、もうマイコンピューターで、マイコンピューターで僕の頭の中で30種を、はい、トルネード吸うじゃないですか。吸いますよ、はい、吸うっていうか、まあ、吸うときあるじゃないですか、まあ、ウィーンって吸って、ウィーンって吸って、はい、固めるじゃないですか、はいはい、そうするとウィザードの攻撃2発で死ぬんです。本当っすか。はい、火力も結構上がってるんですけど、 2% とかじゃなかったですか。ところ 2% を舐めるな。あ、そういう調整だったんですね、この 2% っていうのは。はいはいはい、今までちなみに死ななかったんですか。それも分かんない。で、話をクランでしてて、はい、あ、クランでしてて、それを見た、それを見た僕が、はい、マイコンピューターでピピーンとね。そうそう、それを見た僕が、あ、そうなんだって鵜呑みにして。だから、はい、そう、本当かどうかは。なるほどなるほど。まあ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 、まあ、でもバランス調整やっぱみんな気になると思うんですよね、はい、今日はこちらバランス調整が来たカードだけでボンさんと私で戦います、うん、2人とも同じデッキ、はい、でまあ、槍ゴブリンとか攻撃遅くなったり、ロイコが消えるのが遅くなったりとか、あとメガナイトが強くなったりしてるんで、うん、まあ、ここら辺どれぐらい強くなったのかなっていうのを見ていきたいと思います。僕も弟さんも初見ですもんね。初見です、もうまだ触ってないんで。触ってないですもんね。で、さらに負けた人はこの謎セールを買うと。ゴールドのみ、ゴールドのみ。僕ちなみにもうゴールドいらないんですよ。いらないですよ、ね、カンストしてるんで。はい、だから僕にとっては本当にただ単に1200円をスーパーセルに寄付するっていう、それだけになるんで、ガチで勝ちに行きます。いや、ということでガチガチやっていきましょう。はい、どうすかね、何が強いですかね。僕はやっぱウィザードに注目ですね。ウィザード明らかに強いでしょ。そう、僕ヤリゴブリンがね、どれぐらいこう攻撃速度が遅くなってるか気になるところですね。いきますよ、参りましょう。いきます、いきます、よろしくお願いします。メガナイトもね、強くなりましたからね。そうなんですよ、こんなほとんど、はい、あ、でもヤリゴブリンがどんな感じかわかんない。そう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 、とりあえずじゃあ様子見のロイゴ、様子見のゴブゴヤ、はいはいはい、こいつもう設置時間が10秒も短くなって、そうだそうだ、短くなったんだ。じゃあこの体力の減りが早くなったってことですよね。あ、遅いけど普通にタワーにはやっぱ一発入るんですね。入りま、あ、そうですね、そうですね、普通そこは入るんですね。それ入んなかったら、はいはいはい、なんか割とヤリゴブリン攻撃力高くなってるし、全然違和感なくないですか。確かに今んとこ、はいはいはい、ドゥシーン、うわ、来た、あ、出た、最高、出たこのドゥシーンが強くなったんで、はい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 、ちょっとアイゴレが体力減ったんですっけ。アイゴレはアイゴレは体力 5% 減りました。はいはいはい、はい、しかも全くこれはアイゴレが、おー、あー、ドゥシーン外した、ドゥシーン外した、あ、何やって、外すとか、ドゥシーン早くなってるってことないですよね。いや、ないですないですか、ドゥシーン早くなって外すとかあるんですか。逆にヤリゴブの攻撃力上がってるから、はい、もうヤリゴブの攻撃力ね、お互い上がってるんで、上がって、あ、そう、こっちも上がってる。さあ、これでゴリゴリとヤリゴブね、強くなってる説がある。このウィザードね、ウィザード見て、はい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 、見てほら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 、こいつが強い、はいはい、なんかあれですね、なんすかなんすか、わかんないですね。強くなって、あ、でも待って、ロイヤルゴールド消えるの本当に遅い、はい、ロイヤルゴーストがもうゴーストじゃなくなってるんですよ、半分ね、もう半分出ちゃってると、はいはい、そうゴーストたるゆえんがもう消えつつある。でいくと、はいはいはい、そっちね、はいはいはい、じゃあ消えの遅いから、はいはい、もうずっと出っ放しっすよ、出っ放しだあいつ、出っ放し消えないじゃん、消えな、消えないゴースト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 だ。ちょっとドズルさん、はい、あのこっち魔法ないからって、はい、いやいや、お互いゴブ小屋後ろに置くの、お互いない、お互いない、ドゥシーンでしょ、ほら、ドゥシーンでしょ、ドゥシーン来ますよ、そりゃドゥシーン来るでしょ。お互い一緒のカードしか使ってないんでね、はいはい、試しに、はいはい、試しに、このバーバリアンって、おー、来た、これどうなってきたっけ、バーバリアンは、はい、よくわかんない、あの攻撃速度が 0.1 秒長く、あの、速くなりました。 0.1秒速くなったんで、こまけー、 DPS ガンガン、範囲が広くなったんですよね、確か。そうです、あのウィザード、ウィザードはね、25% アップなんでね、やばい、範囲アップはやばい、割と範囲アップですよ。ここはドゥシーンからのドゥシーン、ドゥシーンからドゥシーン、これも勝ったんじゃないですか、止めれなくないですか。止まるって一瞬でパワーアップしたバルキリーで、もう、はいはいはい、ハイポン、ちょっと攻撃力高くないですか、ちょっとそいつやりゴブが、結局やりゴブ系か、やめてドゥシーン、やめてドゥーン、あざさ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 あざ
完全なるボンさんの負けですね。ちょっと待って結局、はい、やり五分がちょっとね、はい、なんやかんや五分小屋なんやかんや五分小屋系まあ今回10万ないですからね。そうなん、まあそう確かに五分超えでも秒数短くなったって言われなければ気づかない説あるよね。まあでも、2個目立てた瞬間に1個目が消えたんですよ、はい、今までこう2個目2個立ってる、そうそう1周立ったら、はいはいはい、2個立ってるって普通じゃないですか、はい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 、それがさっき消えてたんで、なるほどなんで、あ、溜まりにくいのは溜まりにくいですね。10秒間短くなると確かにさあということで、はい、ボンジュールさんの負けなので罰ゲーム。そうだ罰ゲームなのかどうかわからないですけどね。まあそうです、ね、はいはい、まあ、で僕は不要なんでボンさん買いましょう。ああ買わせた。これもしかしたら絵がぐるっと変わってなんかむっちゃ素敵な絵が1200円分のよくあのね、ありますもんね。ゴブリン出てきたりとか、なんか購入者限定のやつこれ出てきたらゴブリンが、はい、2万あれやあれや出てくるでしょう。ということで、はい、じゃあ引いていきましょう。はい、さあということでボンさんは今、はい、コンビニダッシュをしてきました、はい、本当ですよ本当に速攻ですよ。いきなりクレジットがないとか言い出して本当のダッシュですよ、まあ、本当にしかももうすぐ家出ないといけないんで、そうそう、本当にもう3分ぐらいで普通行き帰り10分かかるコンビニ3分ぐらいで帰ってきました。本当にダッシュしてきましたそしてすぐ動画を撮る。さあということで、引いていきましょう。いきます。いやもうこれだけダッシュしたらね、はい、もうスーパー素敵な絵が出ますよ。そうこのやっぱね、はい、気になりますよね。いきましょう。はい、さあこれで買いました、支払うポチッ。さあこれさあ何が来る何が来る、どうなる。さあまずしました。10万、おー、 おーゴールド来て、ドンドンドンまあ何にも出ない。予想はついてました。購入しました。予想はついてました。あるあるなんですよ、この裏の絵を用意するのめんどくさい時に購入しましたをよく使ってくるそうなんですね。そう用意できなかった、ね、あるあるです。なるほどなるほど。はい、ということで、そうです、これ、はい、検証としては10万ゴールドだったと。あ、そうこれ10万しか書いてないんで、もしかしたらエメラルドの可能性もありますから。ありましたからね。被害者が出る前に私たちが引きました、はいはい、ちゃんとゴールドです。ゴールドでした、はい、10万ゴールドですしかもゴールド以外は何もゲットできません。展開のマークもゲットできませんから、はい、できません。展開の左上のねはいはい、はい、もしかしたら全部マークがゲットできる、そういう噂もありました、ね、ありましたが、ゲットできませんので、ゴールドだけで、はい、ゴールドだけでよろしくお願いいたします。はい、あ、どうですか、新しいカード使ってみてどうでした。あー、やっぱり、はい、なんすかね、メガナイト。あ、メガナイト、はい、こいつやっぱ突撃ダメージっていうか出現ダメージとジャンプダメージが高くなりましたから、はい、なりました、元に戻りましたから。ですよね。もしかしたらこうエリートバーバリアンとかにもかなり刺さるかもしれませんね、うんうんうん、だって急にメガナイトすげー増えて、はい、いて、はい、急にガクって減って、もうボコボコにされました、ね、されました、はい、でまた戻ってくる、あの時の確かにちょっとね、はい、あの攻撃力が下がってる 10% ぐらい下がってるんですけど、もしかしたら戻ってくるかもしれない。そして何も手を加えられなかった、はい、ローリングバーバリアンロリババとアウトローはちょっと足して2で割ったぐらいがいいんじゃないかなと、ね、確かに。いや、アウトロー流行らせてロリババ使わせる気かもしれません、ね、確かに。だからそういうことですね。そういうパティンかもしれない。そういうパティン、はい、可能性ありますから、はいはい、ということで、まあ、強くなったウィザードとかね、バルキリーとか、そしてメガナイト、うん、ここら辺ちょっとまたいろいろ検証しながら、強い敵とかも紹介していきたいと思いますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。ということで本日はボンさんと一緒にバランス調整の北デッキだけで戦ってみたでございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。